皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは今すぐ行動せよというテーマでお届けいたします。つい1週間前のことでした。ショッキングな出来事がありました。実は新潟県長岡市のある会社の経営者がメールマガジンを毎日発行しています。そのメールマガジンはですね、1回の配信で何通かまとめてきます。6通か7通、まあ、1通は非常に短いですね、テーマでこう書かれているんですけども、日々のことですね、それが書いてあるメールマガジンでした。それが毎日来てました。で、この経営者と私が出会ったのは、去年、おととしの7月だったと思います。ちょうどその時、ある方とうちの会社が共同主催でその経営者の講演を主催しました。集客はうまくいって、なんと80人ぐらいの参加者を集めることができました。その経営者は非常に元気が良く、そして声が大きく、会社の方はですね、2代目の経営者なんですけども、借金がいっぱいあったですね、会社をですね、3年ほどで借金をチャラにして、その後は順調に経営は進んでいたという話です。そんな元気でですね、長岡でも非常に有名だった経営者なんですけども、先週ちょうど1週間前にですね、そのメールマガジンが1通だけ来ました。そしてそこには最終回と書かれていました。あれ?と思って私はすぐそのメールを開封してみると、息子さんであります専務からですね、その経営者の息子さん、ね、専務の方から、実は社長は亡くなったと。そしてこのメールが最終回になりますというですね。そして、添付ファイルで、お通夜と葬儀の案内が来ていました。あんなに元気な社長、経営者だったんですけども、特にですね、持病があったわけでもなく、闘病生活を送っていたわけでもなかったんですけども、本当に急死ということだったんですね。それを聞きましてですね、やっぱり人生というのは何がどうなるか、いつ何がどうなるかわからないなと。もし、いつかやろうとか、そんなことを思っていたら、本当に人生って終わっちゃうんだな。っていうのを私は垣間見たような気がしました。そこでですね、皆さんに、提言ではないですけども、やりたいこと、やらなきゃいけないこと、やり残してること、そういうことはですね、もう一刻も早くやった方がいいと思います。実は、この今の世の中ですね、リスクに満ち溢れてるわけです。ミサイルが飛んでくるかもしれません。で、外を歩けば車がひっきりなしに通っています。自分が安全運転をしているから大丈夫というわけではありません。いつ、どこで対向車線からこちらのに飛び込んでくるかもわかりません。本当に何がどうなるかわからない世の中です。危険なことはいっぱいあります。ですから、一刻も早くですね、行動を起こす。後悔のしない毎日を送る、そういうことが非常に大事になるような気がします。いつかはありません。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。